どうも、シュウです。こんにちは。ダブラルスです。こんにちは。ダラルスもう一度やってくわ。うん。どうも、シュウです。こんにちは。どうも、バラマツです。こんにちは。はい、ということで今回はですね、最近の状況と、あと今、Diaryとして、今、採用をめちゃくちゃ強化してまして、仲間を募集してるっていう、ことを伝えたい動画となっております。僕らの会社今、4期目でして、で、12月決算なので、再来月から5年目に入るんですよね。もう5年目かっていうところで、就活チャンネルに切り替えてからは3年ぐらいなんですけど、YouTube 自体はもう、6年目なんですよね。結構古参で、まだ10万人ぐらいで、本当まだまだだなっていうところなんですけども、最近の状況としては、インターン生がそのまま3人正社員になって、で、1月入社のメンバー含めて、今7人の、僕以外の正社員、ほぼフルコミットのインターン生が5人ぐらい。いて、12人から15人ぐらいの組織で今やってるんですけど、だから本当の意味で風通しのいい会社とか、本当の意味で規模とか関係なくベンチャーマインドとかがある企業って、マジで限られるんだろうなとは思ってますね。僕らも含めて、まだまだだなと思うところしかないので、超環境が整っている会社とかとはもう全く真逆で、もうゼロから自分で作るとか会社を作るみたいなところを楽しめるっていう、そこがちゃんとやりたいっていう人が一番合ってるんだろうなとは思ってます。なんかこれを聞いた時に、あ、まだ自分は別に起業したいとかっていう気持ちもないしっていう人も全然いると思っているし、自分自身が代理にジョインした時も、普通に旬がとにかく人間的に好きだったから会ってみたい。今は別にそんな、なんかないですけど、当時はもうめっちゃこの人に会いたい、この人と一緒に働いてみたいっていう気持ちだけでジョインして、今はようやくその会社を作りたいっていう気持ちに変わりつつあるところ。なので、なんか最初からそういう気持ちがないけど、例えば、シュンダイリーのコンテンツがめちゃくちゃ好きとか、シュンダイリー出てくるメンバーとなんか一緒に働きたいとか、何か熱狂するポイントが一つでもある人は、なんかぜひ応募していただきたいなって思ってます。インターン生とか、あと正社員とか、業務委託の方とか、正直、肩書きとかは正直関係なくて、一緒に会社を作りたいとか、一つの目標に向かって走るっていうところが一番重要だと思ってるので、なんか立場とか肩書きとかは正直関係ないなと思ってます。スキルとかもね、基本的には関係ないなと思ってます。ただ、やっぱり、片手間じゃできないんだなっていうのも同時に思ってて、事業を立ち上げるとかってやっぱシンプルにそのことについてどれだけ時間を費やしてるかとか考え切ってるかみたいなところがものを言う部分の方が大きいなって、特に YouTube とか、こういう SNS ってめっちゃ変化早いから費やしてる時間ゲーみたいなところもあるなと思っているので、ちゃんとコミット効果ができる人っていうのは一つのなんか条件として入れたいなと思ってます。特に今、ダイアリーは、YouTube の新ダイアリーっていうのが一番大きな基盤になっていて、その中でもコンテンツ作りっていうのは、どんな形であれ絶対ダイアリーにいるメンバーは関わると思ってます。例えば動画のダイジェスト、いやーここの素材じゃなくて、ここのシーンやっぱり使いたいとか、サムネイルの文言も、いやーこれだったら就活生別に興味ないんじゃないかとかっていうのを何回も考え直して、ようやく一つの作品が出来上がってアップロードするっていう感じなんですよね。なんかそれをこう言われてるから義務としてやるだったら絶対続かないし面白くもないと思うんですけど、そこをこだわりたいとか楽しいって思える人は絶対向いてるだろうなと思うし、そういう人と一緒に働きたいなと思ってます。あと学生さんだけじゃなくてね、普通に中途採用をめっちゃやってるので年齢関係ないです。はい。あと、皆さん、ありがとうございました。この間コメント欄で動画の改善点上げていただいて本当にありがとうございます。その通りだなと思いました。ちょっとせっかくだから読み上げる。なんか。うん。あんま参考にならないかも。おいめっちゃだって読んでないでしょ、全然。第二新卒の動画もっと見たいなと思います。これはあれですね。近々、ちょっと20代の転職領域も、のチャンネル別で作るので、ぜひ、シュンダイリー転職チャンネルっていうシニアアカウントというか、10ヶ月ぐらい休んでる2000人ぐらいのチャンネルあるので、それをちょっと再開しようと思ってます。内定ゼロの人のその後をしっかり追いかけてほしい。シュンダイアリーでそういう人を支えてあげる企画とかぜひやっていただきたいっていうのはめちゃくちゃ勉強になりました。今後は単発の企画だけではなくて、一人の就活生のそのストーリー、その後どういうふうに就活進めていくのかっていうところを追いかけるような企画もやりたいなと思ってます。案件なのかもしれませんが、よく知らない会社のよく知らない社員の人に密着してもあまりためにならないんじゃないかと思います。反省します。もう一個だけ触れたいのが。うん。でもバラマツってすごい丁寧だよね、こういうの。本当に。こういうのね、好きなんだよね、返すのが。うん、なんかみんな優しいね。なんかもっと叩いていいのに。優しいですね、本当に。あ、これ。マックスカツキングさんのコメントすごい勉強になりました。よくわからん学生がよくわからん社会人に5分程度の雑な模擬面接受けて、これは即内定レベルとか言われても正直参考にしにくいところがあります。模擬面接の動画って他のチャンネルだとあまり見れないし、このチャンネル独自のいいところだと思うのですごく期待してます。いろいろ批判してごめんなさい。いつも動画楽しんでます。マックスカツキング採用したい。この動画見てくれてたらぜひ応募してください。マックスカツキングすごい的を得てること言う。うん。でもディレクターのその企画会議の時にどんな就活生にどうして見てほしいのかっていうのは絶対明らかにしようっていうのを何回も話してるんですけど、まだまだ足りないんだなっていうのをすごく勉強になりました。本当にありがとうございます。そうだね。本当他者から見た自分がもうそれですからね。うん。これが正解です本当。うん。はい、ということで今採用強化しているので、ぜひ気になった方は明日の概要欄に応募フォーム等あるので、ぜひチェックしてみてください。まあ、ちょっと年末にかけて2022年のエネルギー全部出し切りたいなと思ってるので、引き続き頑張ります。でもこれだけ楽しみながら試行錯誤して頑張り続けられてるのは、いつも見てくださってる視聴者の皆さんのおかげなので、これからも本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。せーの、じゃあな。